動いてきました。近畿中部勢は9番の窓場、7番の愛嬌のマークです。5番の三岡、唯一ラインの3者、この近畿中部勢が前に出ていきますが、今度は1番大関も来ました。千葉勢です。大関と宮倉、今脱勝となっていきます。残り1周半、前変わって千葉勢、1番の大関優也、8番の宮倉勇、その後後位並走になっていますが、2番の蓮仏、9番の窓場並んでいます。残り1周回、主導権は千葉勢です。新鋭の1番大関の先行、ベテランマークは8番の宮倉勇、3番手依然並走になっていますが、9番の窓場動けないのか、外並走2番の蓮仏、8番手からは3番の松沢圭介まくってきている。最終3コーナー通過して一気に3番の松沢がまくり切ってきました。前変わって北日本勢、3番松沢圭介と4番の貝坂秀明、あとは8番の宮倉、直線コース北の両者、3番の松沢先頭で並んで4番車、貝坂秀明、最後接戦。3番藤井翔吾です。マークは9番中澤、6番山崎も乗っていこうとしています。競争は残り2周を切っています。人気関東勢は5番の城幸寛、1番の小坂、そこを抑えて上がっていきました3番の藤井です。前4番井上が突っ張る構えですが、どうでしょうか。井上君としが突っ張って3番の藤井ともがき合って今打勝です。4番井上、今日は突っ張り先行になりました。ちょっと近畿勢は厳しくなって3番の藤井もこらえていますが、ここは3番の藤井遅れました。最終周回です。そして6番手からは5番の城幸寛、城が前の様子を見てまくっていくのか。最終2コーナーへ逃げる4番井上君俊、さあ人気の関東勢まくっていく、一気に5番の城が迫ってきました。今最終バックです。ここは5番城幸寛がまくり切っていくようです。7番の佐々木翔士も食い下がっていますが、番手1番の小坂食い下がってマーク、あとは8番の宗方、直線コースです。関東2人、5番の城先頭、ここは振り切ったが並んで合輪、1番下は小坂、関東2人。残り2周を切ります。3番の矢口、一旦前に出そうです。矢口圭一郎と4番の平石、そして北日本勢が来まして、2番の相笠、後ろを続く9番の金沢と1番佐々木が人気になっています。まもなく打勝です。さあ今ジャンが鳴っていきまして、北日本の3人が前に出ました。ここは果敢に2番の相笠翔太が先行で行くようです。関東勢中段から3番矢口は4番手を回って前を追っていきます。残り1周回です。さあ逃げていくのは2番相笠翔太、番手回りチャンス生かしたいのは9番の金沢浩二、そして3番矢口がじっと前を見て追っていまして、まだ体勢1本になっています。最終バックです。6番の横崎が後ろからまくっていますが、まだ前は遠いか。番手じっくり回って9番車金沢浩二、さま矢口も迫ってきますが、さあ直線です。先頭は2番の相笠の後ろから9番車金沢浩二が追い込んで5輪、あとは3番矢口圭一郎も突っ込んできました。7番車は田畑麻里奈、102期ガールズの1期生です。最後方は6番車佐藤由香、佐藤も青森の選手、後ろから攻めていくようです。残り2周を切りまして、この4レース人気は3番加藤恵、青森の加藤が人気になって今前にいますが、さあ他の選手はどういう動きをして抵抗していきますでしょうか。まもなく打勝になります。3番の加藤めぐみ先頭で今打勝、ジャンを聞いていまして、この後ろ1番の藤谷春菜が続いています。4番は田中敦子、まだ体勢変わらず、これはもう前々から3番加藤が逃げていくでしょうか。残り1周になっていきます。さあ後ろ動きなく、結果ここはマイペースに持ち込んでいこうという3番加藤めぐみ、流しながら後ろからは5番車明珍優子来ました。明珍が来ましたが、
ここで踏んでくる3番加藤恵、加藤が合わせて踏んでいきます。今最終バック6番車の佐藤由香も来ましたが、今先行は3番加藤恵。さあダンプ加藤先行でして、1番車藤谷がその2番手を回っていますが、内からは4番田中敦子も切れ込んできている。2番は梅田裕樹直線コース、先頭粘る3番の加藤恵が粘って押し切りまして、5位。あと1番車藤谷春菜、4番車田中敦子。さあその人気の3社南関東勢まず動きました。1番加賀山、前々から6番森田がどう行きますでしょうか。森田も別線を警戒しています。まず加賀山は5番竹内を警戒して、今打掌前2コーナーの攻防に入っています。1番加賀山敦史打掌前、今前に出ました。南関東勢が主導権を取っていくか。2番の西田も切れ込んで、西田は番手に来ました。西田大志が番手をさばいて、さらには5番下竹内も発進です。打掌の4コーナー流れも一気に変わってきまして、短期になってしまった1番下加賀山ですが、すぐまくっていったのは5番下竹内翼、力勝負になってここは加賀山を5番の竹内が飲み込んできました。最終2コーナー通過、前変わってここは中四国勢に変わりました。最終バックです。先頭は5番竹内翼、マークは3番栗田、9番の高市、ライン3社中四国勢、その後からは2番の西田、7番の大塚迫ってくるが、前は5番竹内が粘って竹内先頭追い込んで、3番下栗田差し込んできました。栗田高則か。輝かしい実績がある千葉の名レーサー鈴木、今日は埼玉勢追走でチャンスを待つという感じです。残り2周を今切りまして、ライン3分線、まず動いて3番片織亮太、一旦は9番真船圭一郎を警戒していまして、前にいますのは6番車酒井健三です。3番片織動いて前に出ていくようです。今脱走です。3番片織、8番の斉藤、しかしもう来ました9番の真船圭一郎、北日本勢も反撃を開始しまして、3番の片織ともがき合っていくのか。残り1周切りました。9番真船がここは力任せに3番片織に応戦しますが、片織もこらえている。真船がここはうまく番手にはまってどうでしょう、ちょっともつれましたが、3番9番片織真船、その後は1番下の小橋が追っていますが、内へ4番の鈴木誠、6番の酒井健三来ました。先頭まだ粘る3番片織亮太、落車までもつれましたが、9番の真船圭一郎と1番の小橋直線コース、さあ前は変わっていくか。9番真船先頭、4番鈴木も突っ込んで、1番下小橋、2番の浅井、最後接戦です。前すりは昨日最後いい足で来ていました。中四国勢が前に来ていまして、残りは2周です。ライン細切れ線、人気上位は近畿勢、5番岡崎、2番の三谷ですが、別線が先に動いていきます。1番の小酒太夫、7番明田がマークをしていきますが、ただ5番の岡崎が来ています。近畿勢が発進して打掌で一気に前に出ていきました。人気の5番岡崎智也です。一旦前落として、ここはペースを握っていくか。5番の岡崎智也、最終周回に入っていきます。主導権は近畿勢、人気の岡崎智也、2番三谷誠司、3番手から1番の小酒太夫、その後ろが地元7番の明田春樹を追っています。最終バック、さあ小酒まくっていく、番手2番の三谷もガードしていくんですが、逃げる5番の岡崎に迫ってきた1番の小酒太夫、その後ろが7番明田春樹を追っている。6番服部も急接近、直線コース、さあ直線の勝負は1番の小酒太夫か、6番車服部が突っ込んで5位、服部勝久です。そして6番下成田かなえ、今回生まれ故郷の開催ですから、なんとか明日の決勝に乗りたいでしょう。北斗市出身の成田は後ろから、さあまず動いたのは5番下飯田義野、
連日一番強い選手の後ろを回っていこうとしている東京の飯田が上がってきました。さあ飯田吉野が今中段並走になって一旦引いたのは一番下の方です。梅川風光まもなく脱走となっていきます。ガールズ競輪初の4日制ナイター G3 今準決勝のジャンが鳴っています。前は4番尾崎睦美、そして1番の梅川風子発進です。尾崎対梅川そういう人気になっていますが残り1周を今切っていきます。さあやはり先行は1番の梅川風子、前々からは4番尾崎睦美が抵抗しまして2番手追っていく展開になりました。その後は2番の戸田美代子、さあ今5番成田かなえはどうでしょうか。6番の成田中段から行為まくってきていますが1番の梅川風子先頭で2番手で4番尾崎睦美が回っています。その後が3番小坂智子です。さあ追い込んでいくか。4番の尾崎睦美直線コース粘り、1番梅川風子梅川粘りが最後はかわした4番車尾崎睦美です。まず動きました3番車は高橋智恵、残り2周を切りました。高橋が上がってきまして5番車は荒川光、7名の選手ちょっと固まってきまして打鐘前2コーナーへ進んでいきます。一旦引きました6番の奥井文、一気に前に踏んでいくんでしょうか。まもなく打鐘。さあガールズの準決勝2つ目6番奥井文が上がってきました。ゆっくりと前に踏んでいきます。4番の加瀬加奈子も応戦していくでしょうか。加瀬が前に踏んでいる6番の奥井文、奥井と加瀬並んでいますがここは加瀬が逃げていきます。並んで奥井も抵抗していますがちょっと展開は厳しくなっている。加瀬加奈子と奥井文並んでもがき合って最終2コーナー通過です。まだ並んでいますがここで前に出た6番の奥井文、加瀬も頑張っていますが今最終3コーナー先頭6番の奥井文、2番手踏ん張る4番車の加瀬加奈子です。あとは2番の塚口風花が追ってきている。7番車は三宅愛理直線コース引き離した6番の奥井文先頭、奥井先頭で五輪、あとは2番の塚口風花。第10レースの準決勝今残り2周を切ります。人気の2番鈴木信之が前を抑えまして別線がどう出ていきますか。徳島勢は1番の港、7番の室井今中段、一旦引いたのは4番箱田勇樹、まもなく打鐘となります。今ジャンが鳴っていきます。残りは1周半、まだ各選手各ラインが少し牽制状態ですが前々から2番の鈴木信之初日のように先行でいくでしょうか。8番の上野が切り替えて上がってきました。上野慎吾は後位今3番手来まして残り1周を切っていきます。2番鈴木信之が先行です。6番山下渉が番手を回っていや8番の上野慎吾切り込んでいった上野が再度前に立って1番の港のまくり返しです。港と7番の室井徳島勢が来ている。最終の3コーナー通過前激戦ですけれども8番の上野慎吾が前にいる。上野先頭2番の鈴木信之も食い下がって1番の港さあ直線です。先頭最後2番鈴木信之が追い込んできたが6番車山下5番の正木残り2周。さあまずは北日本勢1番根本が動いてきました。根本聡5番荒沢東京勢も来ています。6番車は大谷隆弘前々で後ろ牽制する1番の根本がどういった攻めになるか。依然後ろ3番の山本の番手は並走になっていまして近畿勢の番手はどうでしょうか。2番と9番小井は中野での並走を続いて今ジャンが鳴って4コーナー東京勢発進です。6番の大谷隆弘そして3番の山本が来ました。山本慎一は短期になっているがいや9番の中野が追っている。逃げる東京勢に3番山本慎一が迫ってきました。今1番の根本は中段5番の荒沢ももがいていますが最終バック短期先頭に変わった3番山本慎一2番手以降は東京勢が粘る。6番の大谷隆弘と4番の柴田洋介その後から1番の根本が今中段の4番手直線圧勝体制3番の山本慎一先頭で五輪その後は4番柴田洋介が
残りは2周ラインは3つになっていますが、3番南純の後ろが並走を続きます。9番岩本、8番の浦川、さあ南純発進しました。その後ろを追っていくのは8番車浦川隆明です。前に出た3番の南純、この準決勝はしっかり先行で勝負していこうというその南ですが、番手は激しくもつれている。要は松岡孔明も来ていまして、さあ番手は終始もつれて、今度は松岡孔明がうまく番手を追ってきました。3番手どうでしょうか、西川近輝追っているんですが、8番の浦川も絡んでいる。先行は3番南純です。後ろは4番松岡孔明はまっていまして、その後差が開いていく。3番手以降苦しいのか、今西川、あとは7番の小林が動いてきました。3コーナーから4コーナー、前2人は3番南純、4番松岡孔明、あとは7番の小林が迫ってくる。先頭はさあどうか、最後4番松岡捉えて5位、松岡孔明、3番の南純、